はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、やすでございます。白血病闘病生活の気晴らしで、ね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。そしてね、よりたくさんの方々にですね、献血骨髄バンクを知ってもらうために、皆様にもやっていただきたいものすごく簡単なことがあります。それはグッドボタンとチャンネル登録を押してもらうことです。それをするだけで、あとは YouTube を運営している Google にある AI がよりたくさんの方々にこのやすのチャンネルを勝手に表示してくれます。ものすごく簡単な方法なので、ぜひよろしくお願いします。はい、ですね、昨日の夜なんですけども、寝てすぐ1時間半くらいして吐き気でね、目が覚めました。脱水症状と言いますか、熱中症直前やったと思うんですよね。寝方を変えれば治ったんですけども、ちょっと怖かったですね。寝転んでるのに頭がクラクラってして、気持ち悪かったっすわ、ほんまに。でもクーラーも入れてて、快適っちゃ快適やったんですけどね。息子らはすやすや寝たんですけど、またそっから普通に寝れたんですけど、4時半、明け方4時半ぐらいに今度はね、足がつって目が覚めました。足がね、つるのがよくあるんです、本当に。左足か。昨日は左足の、膝から下がもう、足、手なんですけど、ピーンってこうする感じ、なんかわかりますかね、この足首というか、このすねの横の筋肉みたいな感じのところがめちゃめちゃつって、いたた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 ってなって、そう、目が覚めてですね、でも原因を調べると、水分不足とか、血管じゃないな、筋肉か。筋肉や血液のイオンの交換ができてないよとかっていうのしか出てこないんですよね、ネットで調べたらね。あと季節の変わり目に起こりやすいっていうのもネットに書いてました。入院中はそんなことなかったんですけども、でも入院中にそんなことがあったらね、病院側の管理不足になりますよね。でも退院してから足がつるようなことはなかったので、変わったことといえばですね、食べ物とかね、生活習慣でしょうかね。でも入院する前は足がつるなんて、あったことすらちょっと覚えてないぐらいなんですけども、きっとなかったんでしょうね。覚えてないんで。でも通院の時にね、先生に、ちょこちょこあったんで聞いても、なんやろうね、みたいな感じでね、済まされるんですよ。足がつることって、別にそう大したことないんでしょうね、病気に関しては。いやでもね、めっちゃ痛かったんですよ、ほんまに。皆さんご存知だと思うんですけども、僕めっちゃ痛がりなんで、大げさに聞こえるかもしれませんけども、猫身をね、激痛でですよ、襲われたら、誰でも痛いと思います、ほんまに。でもね、4時半に起きたということで、そのおかげでですね、ゆっくり朝活ができました。静かなね、時間にですね、ゆっくり読書をしました。でも、痛すぎて、つってる足をなだめるためにですね、30分もよしよしよしってマッサージをしてましたね。でも寝る前には、しっかりと水分も取ってるんですけど、そんな問題じゃないんかもしれないですね。ひょっとしたら免疫抑制剤が原因かもしれないので、次回の通院に聞いてきます。あとね、今度右足なんですけども、右足の膝下が痺れてたのが、前にも言ったことあるんですけども、今はね、右足の膝上に当たる太ももの、外側、太もも、足、手ですけど、右膝の太ももの、表面、この外側の表面がね、痺れてきました。だんだん膝下やったのが上に上がってきてる感じなんですよね。退院したての頃は、右足首よりもこの下、右足首よりも下のこの表面ら辺がね、すごい痺れてたんですけども、これがだんだん上に上がってきてる感じで、ちょっと怖いですね。広がってるわけじゃないんで、場所が移動していってるだけなんで、でもちょっと気には楽なんですけども、広がってないんでね、これもちょっと先生にね、もう一度聞いてみます。ひょっとしたらね、
免疫抑制剤 の原因、免疫抑制剤が原因やと思うんで、ね、ちょっと聞いてみたいと思います。はい、まあ、そんな感じでね、まあ、このように感じれるようになったのも、このようにお伝えできるのもですね、皆様に協力していただいているおかげで行かせてもらってるからと思っております。もう一度与えられた命に感謝します。ありがとうございます。はい、ね、皆様のおかげでですね、患者さんを助けてもらえてます。そしてこれからも困っている患者さんらを助けてあげてください。では何をしていただきたいかと言いますと、それは献血骨髄バンクにご協力してもらうことです。皆様の血液はまだまだ必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、ご協力よろしくお願いします。はい、今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。